テレビの配信者もう画面暗くしなきゃいけないから、もう画面暗くして定点しかできないの、外画面で。ユニクロ明日からセールなんだ。お腹痛いの？全然。昨日。昨日？うん、いや全然。ああ二日酔いで下痢してたからかな。ああ俺も多分酒で多分ずっと調子悪いんだと思う。わあ見たい見たい。あこれ外。撮りたい写メ。え？ほらこれ、はい。うん。ちょっと待って、外画面にするよ。何してんの？あ、インスタのそういうやつか。見して見して浅草見して。わー浅草になってる。ちょっとハゲてんな。かわ写真撮れた、うん、いいね。どっか違うとこで撮る。いいよ。あ外亀にしたまま。毛が長いよ。かわいいねそれね。ここにするか。ん？ここにするか。うん。もうタバコも捨てるしな。これちょっと面倒見てみよう。え？これ？こっち撮ってそうよ。でもこちらこれ手がちょっと少ないよ。一つだけで甘いの苦手だから一口でいいって。うん。あとなんかいちいち細けえゴミみたいな。知らねえ。クレープかこれ。クレープティラミスかこれ。これタバコ吸っちゃっていいのかな。あうまそうな生地だ。あれ俺携帯肌動いてる、うん、あらうまそうな生地だこれ。すごいあのフォワフォワしてる。一口って言ってたの最初から。うるせえ。どうする？全部食べたら。いいよ、先いいよ、先食べて。先食いな。先食べていいの？うん、統合しちゃう。え、じゃあありがとう、美味しそう。バイちゃん、ありがとう。じゃあちょっといただきます。いただきます。いただきます。これ箸、手で、スプーンで。スプーンじゃない。クリームだ、うん、奥までやるか。うわなんかすんげえもちっとしてるね。もちっとしてる。生地か。いただきます。うん、ティラミスがいいっていうから。うん、おいしい。このクレープの生地食べたいのに。ありがとう。この奥どうなってんだ。奥なんか布みたいな。なんか奥サクサクしてんの入ってる。食べ方なんか
独特だね。あんまり食べたことない。どうやって食べたいかわかんない。だって普通なんか上からこうまんべんなくみたいな。じゃぐちゃぐちゃにしたらなんか一箇所をめちゃくちゃほじくるタイプ。いやだってそしたらたくまのあれかなって思って。どれ？たくまのどれ？汚くなっちゃうから。十分汚いけどな。綺麗に食べてんの。ベルセンキュー。やっぱりちょっと肩寄りそう。寄り添って。うち寄り添ってほしい。いいの？どういうこと？どういうことだね。寄り添ったけど。いい感じ？なんかアイス入ってる。アイスが入ってる。なんでそんな手になっちゃうの？あるよ。うん。どうやったらそんなになっちゃった？おいしい？うん。どうなの？評価は。うん。一回食べればいいから。奥がアイス。うん、十分。お腹いっぱい？あれ、あれさ、どこやったっけな。おいしいよ。なんか今はなんか味よりも映えたらいいみたいな感じだからね。いやなんかね、わかんないんだよ。めちゃくちゃうまいとか、これが微妙かすらもわからん。抹茶うまいでも。抹茶うまい？リピーターというか新規のお客さんがやっぱ多いんじゃないかな、こういうお店は。100点中何点？ん？80ぐらい。ん？80ぐらい。あ、じゃあ高得点だね。リピートはしないな。でも高得点だね。おいしいよ。これ900円。990円。1000円だね、だから。わかんない、何点なのか。まあ、クレープにしてはちょっと値段も高めだし、俺は買わないかな。これいくら付き？500円？え？いや、500円もやりすぎだけど、800円ぐらいでいいんじゃない？レポートしてじゃ。ちょっと生地が苦手。生地がなんかちょっと粉っぽい。はい、外国の人からしたら安いのか。観光地価格ね。いや、パサついてないわ。もちってしてるよ。もちもちだけどなんか舌触りがあんま良くない、うん、俺はね。でも80点なんでしょ。うん、高得点だけどね。美味しいわ、美味しい。もちもち普通クレープの生地と同じ色ついてるだけ。
甘いもの、あん、甘いもの好き同士なら美味しいと思うよ。今寄り添ったね。寄り添ったじゃない。美味しかった？うん。なんか一番そこに埋まってた。何が？ありがとう。待て、ちょっと待て。何？まだある。ゴミ？うん。あ、モンクレにもついてる。何？クレームが。どこに？取って。どこについてるの？なんでこんなさえつくんだろう。やばいやばい、怖い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 。なんでこんなつくんだって俺が聞きてえわ。ガチ、千葉のゴミ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 。俺たちが聞きてえやな。俺は違う、これ。左側しかついてない。カフェ行くの？コーヒーじゃあパラパラする？行くか。これリルームじゃない、これベイフードだよ。なんかさ、朝の朝、もう夕方なんだね。時間ってあっという間だね。たぐま、時間ってあっという間だね。これ鳥の市の準備、これ浅草の鳥の市、あれ多いや。そうなの。ちょっとカフェを探そう。じゃあ寒くなっちゃう。あれ、花屋敷だ。花屋敷って何？日本一多分古いのかな。遊園地ね。日本一古いのって。何か？遊園地。花屋敷。なんかいいんですよ。だしの匂いがする。だし。うわ、これ。お、並んでる。うなぎ、うなぎおにぎりだって。あ、見たじゃん。あー、ここか。うなぎおにぎり。あ、本当だ本当だ、うん、浅草名物。これ並んでます。へー、朝見てたんで一緒に。そうそう、ここ行こうとかね、うん、並んでたよ。見て、揚げまん、眉みたい。眉の店か。こういうお店いいね。こういうカフェなんかあんのかな。喫茶店だよね、だからカフェじゃなくて。うん。花屋敷ってどれ？目の前のやつ。これ？遊園地あんじゃん。これ遊園地？
や遊園地あるんだ。あ、本当だ。これさ、ジェットコースターのレールじゃん。あ、本当だ。こっち側に戻るか、右側。知らなかった。花劇場。確かにここにドムドムがあったから、前回ドムドム食った。花屋敷楽しいんだ。まあ配信できないからね。なんかできたんだけど、やっちゃうダメにしたんじゃなかったっけ。そうなの。ここもなんか モンブラン多いね。なんか生絞りみたいな。高っ。コーヒーあるか。高っ。1400円。確かに観光地価格だ。ドムドム美味しいよね。配信できるか聞いてくるか。人いないよ。何食うの。コーヒー悪くない。コーヒーなんかねえだろ。あるだろう。茶ね。茶コーヒーってあります。あ、ないんだ。じゃあ行こうか。これうまいよ。ドムドム。ドムドム、うん、これハンバーガー屋さん。そう、結構撤退しちゃってる。あんまりないけど、これのおすすめはこの甘辛チキンバーガー。甘辛チキンバーガー、コロッケバーガーが名物っぽい。これ浅草限定だからね。初めて見た。焼酎。いや、金曜日だと安いんだよね確か。ドムドムって。あ、土曜日か。かわいい。着物着てる。着物かわいい。まだ一応生き残ってる。あ、ここが入場する場所、うん、知らなかった。こっちからチケットいくらなんだ。あ、入園料が1200円でそこから払うんだ。10時から18時まで花屋敷。たくま詳しいね。知らなかったし。花屋敷通り。ここから入っちゃいけないんだけど。あ、そうなんだ、うん、こっちに抜けた方がいい。うん。お前なんかね、歩き方なんか独特なんだよね。デートで来たことあんの。ないよ。ないってよ。配信者になって初めて浅草来た。あ、そうなんだ、うんうん、ここはなんだ。これも右行くしかない。これもちょっと行った。ちょっと行ったか。どこに。ここ あ通り道で、うん。綺麗だよな。そうだね。もう、あ、紅葉、紅葉じゃん。ね、色づいてるね。うん。紅葉。骨盤ずれてる。骨盤ってどうやったらずれるの。出産の時とか揺れるっていうね。あ、ずれるっていうね。出産の。花屋敷有名なんだ。行ったことなかった。ディズニーランドと、なんだっけ、あそこしか足組んだよ。あ、前よく足組んでた。なんなんだろうね。でもどこも痛くないでしょ。うん。でも前姿勢いい方だよ、きっと。うん、俺の方が多分姿勢悪いわ。うん。ベル1009。御朱印あるよ、御朱印。もらったもん。もらったの。俺なんか体重がね、多分10キロぐらいかけ方が変わってるんだよね。左に10キロプラスでかかってる。ずっと体が斜めってんだよね。
歩き方かっこいいって思います。かっこいい、うん、どうしました、うん、もっといいところあるって言うん、こっち左肩が下がってる。お姉さんのために勉強したい。ここちょっとあれじゃない、新手のカフェどこや、カフェどこなの、ねえ、やつがこっちの左側の商店街、うん、なんだかんださ、ずっと一緒にいるね、喧嘩しながら、うん、でもさ、喧嘩して帰ってたら絶対良くなかったから、これで良かったんだよ、うん、ねえ、これで良かったんだ。あ、あそこの脇道帰るか、タバコ吸ね、ここで喫煙所あるから、いいよ、吸ってないよ、いいや、うん、本当タバコの頻度減ったからね、アイコスにしてから。アイコス俺逆に吸った気しなくてスパスパ吸っちゃうけどね、もう減った、欲がなくなった、タバコの。あ、ねえねえ、なんかさ、え、ねえねえ待って、これ写して、前のこと写してて、三脚なんだからあれしとけよ、海外の人もびっくりで何やってんだろうなって、海外の人もびっくり振り返っちゃって、何やってるのみたいな。